われた時どんな感じだったというか、馬の雰囲気というか教えてください。そうですね、ちょっと発語っていうこともあって遅れたんですよね。遅れてたんですけど、まあお産の兆候としてはまあよくある一般的な形で、まあどうしてもこう白毛のこう生まれるっていうことで、まあ、白く生まれたらいいなって思った中で白い爪が見えた時にやっぱりあ白毛が生まれたともうなんか全身が出る前にもう逆に確信をして、あとは適切な処置というか発語にありがちな危険な行為がないようにそれに向かって普通の解除をしただけですね。この騎乗ってどういう形の馬ですか？怯えがちというか最初生まれた頃は何するにしてもこう蹴るとか噛みつくとかはないんですけど、立ち上がる逃げるっていうそういうのが多くありまして、まあ、それをこうなだめるのにだいぶ時間は割いてましたね。どういうふうな馬になってほしいかっていうのは希望というかメッセージを馬にお願いします。そうですね、まずはまあ、ちょっと華奢なところがあるので丈夫な競走馬になってもらうのがまず第一だと思いますし、あとはそのお母さんが未勝利ですから、まず勝ち上がってもらえるようにしっかり調教つけれればいいかなって思ってます。